俺は夢に中でほっぺをつねったことがない。空を飛んだ時も背を泳ぎで太平洋を出した時も宇宙住んで太陽系脱出した時も空一面の UFO が現れた時もゴジラの一体映像がゲリラ放映された時も別に不思議に思わなかった。だから君たちに問いたい。夢の中でほっぺをつねったことがあるかい。だから君たちに問いたい。夢の中でほっぺをつねったことがあるかい。背泳ぎで海を越え手が現実のように目覚めても覚えてる。